飯泉知事が地域の人たちの生の声を聞き、地域振興のヒントやアイデアにする東部移動知事室が9月9日から2日間県東部で開催されました。9月10日には飯泉知事が鳴門内の海総合公園でシーカヤックに挑戦、地元インストラクターから乗り方の説明を受けた後、内の海に向けて出発しました。シーカヤックは県南のみならず鳴門地区でも手軽に海上のスリルと自然を体感できるということで、県内では人気のアウトドアスポーツです。飯泉知事は内の海の豊かな自然を十分に楽しみ、およそ2時間のシーカヤック体験を終えました。やっぱこう海に一番身近に接することがシーカヤックできますんでね、この雄大な自然を本当に身近にこう満喫ができる。大きな船に乗ってますとね、少し海と距離がありますけど、もうそこですからね。いやいやいや、なかなか気持ちよく快適に過ごすことができますんでね、ぜひご家族連れで皆さんお越しをいただければと思います。その後飯泉知事は藍住町で宝の島徳島ワクワクトークに出席し、地域で環境保全活動などに取り組む住民たちと地域の課題やこれからの夢について膝を交えて意見交換をしました。藍住町の小宝寺川を考える会では、小宝寺川の水辺環境を守るため早朝のゴミ拾い活動や小学校での環境学習などを続けています。平成9年9月の第2日曜日の朝に清掃活動を始めて168回目を迎えるというような回数になってきました。ボートに乗って網持ってゴミ拾ったりするのがすごく楽しいです。県としても皆さんと共にこの小宝寺川をはじめとして藍住そして徳島の環境を素晴らしいものとして、また後世にこれを残していけるように頑張っていきたいと思います。県内各地の豊かな観光資源や地域ならではの課題、こうした地域の宝を徳島の飛躍につなげていきたいですね。